こんにちは、もちこです。今日はナダブーの紹介をします。よいしょ。ナダブーの鎮座地はキネオオカミ発祥の霊地であるとともに、八幡神は王神天皇が権限する前に流行した地です。創建は不詳ですが、社殿として創建されたのはウサグーが現在の小倉山に創建された神器2年725年の4年後の天平元年729年聖武天皇の英文に達し、宇佐の君則に直して創建されたと伝えられています。御祭神として第一神座キメオオカミ、第二神座王神天皇、第三神座神武皇后を祀っています。灘海岸の沖合約300メートルには元宮とされる生島の岩礁の上に小鳥居が建てられており、古くからキメオオカミを祭り守護神として尊崇してきたとされています。キメオオカミはスサノオノミコトとアマテラスオオカミの受け入れにより、アマテラスオオカミがスサノオノミコトの一束の剣を噛み砕き吹き出した息の霧から生まれた沖津島姫のみこと、田木津姫のみこと、田切姫のみことの三女神とされ、その降臨した宇佐島が駅島とされています。社殿として創建以降、ナダムーでは宇佐の君のりを先祖とし、代々奈良氏が宮司を務めます。ナダムーは当初から宇佐宮との関わりが深かったとされますが、行幸絵を通じてより深いつながりを持つようになります。それでは見ていきましょう。Thank you.
ご視聴いただきありがとうございます。より良い動画作成の励みとなりますので、登録グッドボタンをよろしくお願いします。